骨、上腕骨とこの腕頭骨筋の間にわずかな隙間がね、ここ画面でもあるんですけども、ここですね、ここがへばりついてくると動きが硬くなるので、ここの可動性をつけるという作業が必要になるわけです。肘っていうのはですね、こういうふうにして使う分には非常に強いですね。でもこの伸びに対して弱いわけです。だから肘の裏をこうバーンと手をつくとかね、そういう時に痛める場合がありますね。それが伸びる時に恒常化にはまり込んで、それでやっと肘は完全に伸展することができるわけです。このはまり込みが少しずれてしまうとはまらなくなるんですね。それを調整して肘を伸ばせるようにするということです。尺骨がこのようにしてくっついて手首を構成している。もともとは頭骨と手首の連結は強いんです。そうするとここに隙間ができるんですね。まあここ軟骨入ってるんですけどね、頭骨の方は隙間がないですね。大梁頸骨、小梁頸骨、有頭骨、有甲骨、あ、これで覚えたテストでここ何骨でしょうって答えられたらそれでもう大丈夫っていうふうに、まあ、試験ではそうなんですけども、実際の臨床ではこの横に覚えるだけではまだ不十分なんですね。どうやって覚えるかというと縦に覚えるんです。見てください。だからこのように3つの骨が集合しているところっていうのはずれやすいんです、手も足も。そのためにこうやって縦に覚える必要があるっていうことなんですね。ここが離れようとするわけです。ここの接着が薄いから。だからそれをギュッと尺骨側に引き寄せていくわけです。尺骨と上腕骨はペアで、これは強固でしたね。でここが連結の弱い部分であると。ですからこれ、骨と筋肉の隙間に手を入れます。でこれもゆっくりと解内していく。そうすると指がさらにスッとこう入っていきます。はい、これで一遍手を挙げてみてください。どうですか、普段と比べてどんな感じですかね。剥がれやすくなってますか。はい、手を下ろしてください。中指骨の根元にあるのが、これが大梁頸骨。で、その下に舟状骨がある。っていう、この4点。ここの間に屈筋主体が通るわけです。で、B の屈筋主体のマイオモーションですけれども、舟状骨、そして月状骨と。これが反対側と比べてポコンと出ていないかどうか、それが前に出ているようでしたら、これを今度はキュッと手前に引き寄せて、でそこから曲げていくわけです。反れるようにした方がやっぱりこの手首がね、こう曲がっているとどうしても硬くなりやすいんですね。だから全体が反れるようにという意味で、大胸筋のこの繊維の下から押さえて上に手を上げていきます。であと、はい、戻してください。はい、結構です。っていうふうにしてこの母子球筋の下の超母子球筋の可動性をつけていきます。もうだいぶ皆さん縦に覚えてきたんじゃないでしょうか。小梁頸骨は自身の根元にあるんでしたね。大梁頸骨は母子の根元、それの手根骨の先からが指になりますから、指って実はここから指なんですね。こう長い、それがちゃんときれいに動かないと、こういうこの微妙な動きっていうのがだんだんできなくなってくる。それを動きをつけるために、この一番根元ですね、可動性の減少、主関節ですから、まあ、指だけじゃなくてこの手首の関節ですね、これが極端に動きが少なくなってないか、それも同時に確認してください。まあ、この方は、スノーボードで転倒して肘が動かなくなった方です。まずはどこが痛いかを、聞いて何が悪いかを探っています。適当にここかなと判断しないで、あのここ一発の大勝負の時はこうやって iPad とかを出して、確認して、で患者さんと一緒に
ここがきっと悪いでしょうねって言いながらやっています。これ筋肉の盛り上がり方ですね。筋肉がこう変異すると盛り上がり方がこう異常な感じになるんですね。こうやって曲げ伸ばしして可動性を広げているのではなくて、位置を整えながら可動域を広げていっているわけです。こういうふうにして伸ばした時にね、指を伸ばし始めましたね。これでやっとこう一段落治ったかなっていう感じですね。